中学時代の同級生初音と正幸と同窓会を開くことになりました。場所は中学時代課外実習をした林間学校に決まり、同級生たちに連絡を取ったのですが、みんな忙しくこの二人しか参加できなかったのです。正幸あった？ないね。包丁とかまな板とか基本的なものはあるんだけどね、買い出し行った時に見てこないと。てか包丁研がないと切れなそうだよ。そっちもか。ねえ、いつ買い出し行くの？もうちょっとしてからでいいんじゃない？うん、まだ時間あるし。行く時言ってね。あ、美穂結婚するらしいよ。あー、ついにか。そうなんだ。後期が2人目生まれるらしいよ。本当？すごいね。確か来年かな。はるみは？いや特に何も。25だよ来年。他に誰かなんかないの？他にか。そんなもんじゃないかな。結婚とか出産とかじゃなくていいからさ、最近会った人の話とか。あ、和田会社辞めたって。また？初音は？あ、東条さん。東条さん？誰だっけ？あれだよあれ。あの地味な。多分合ってる。3年間髪切ってなさそうだった人。そう、毎日ボサボサ。今日来る時電車に乗ってたよ多分だけど。あの人今何してんの？知らない、誰も知らないんじゃない？てか私今日来るんじゃないかと思っちゃったよ。晴美連絡したの？いやいや連絡先知らないし。でも来ても話すことないよね。ないない、声すらちゃんと聞いたことないし。てかもうその話いいよ、買い出し行ってきなよ。あ、行ってくる。じゃあ行ってくるね。行ってらっしゃい。どちら様ですか？どちら様ですか？あの、
発見された私たちは3人とも即刻入院。顔には跡が残り、とても人様の前に出れるような状態ではなくなりました。東條さんは卒業して数年のうちに自殺したそうですが、遺書が残され、そこには恨むように生前憎しみを持った人の名前が殴り書きされていたそうです。私たち3人の名前はひときわ大きく書かれていたらしいです。私たちは中学時代、東條さんが写り込んだ写真は彼女の顔をハサミの先で引っかいて誰だかわからなくしてしまったことを思い出しました。